皆さんにちは、じゃあ、棚渡り第百五十二回日商物検定一級に関する解説講義を開始いたします。えー、担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい。えー、じゃあですね、えー、本日。 本日というかまあ皆さんこれご覧いただくのはもう月曜日ですね、えー、僕ももうすぐ月曜日です、えー、まあどうでもいい話なんですがこちら今日はですね第152回の日照武器1級、えー、こちらについての回答速報というところでございまして、えー、私レックの専任講師富田がですね まあ、あ本当に速報というところでございますんで、えー、まあ主として僕の担当する紹介の方ですね、まあ、こちらをメインに据えながらあー今回のー一挙の動向について、まあ、少しお話をさせていただこうというふうに思っております。まあ今日もですねまあ相も変わらずというのかなあー一挙の問題 <laughs> 非常にまあ難解な論点が。 あ出題されておりますんでんまあ今日はね正直言って今回の152はねあのまあ紹介チームとね高原チームとね、えー、それぞれまあ解答出しをやるんですけど高原チームはまあ早い早い <laughs> あの瞬、ま、く間に終わっちゃうっていうですねうーんすごいねっていうね。 えー、感じだったんですけどまあ僕らね紹介は結構今回の問題は骨が折れたなああいうのがもう率直な感想まあ皆さんもね試験解除で問題解いてもらってかなりきついなっていう感覚がおありになったんじゃないかなというふうに思うんですけどもまあ大変よ <laughs> あの本当に本当に大変。 うんでねちょっと今回のまあ1級はやっぱり紹介がちょっとかなりね解釈によって答え変わるんじゃないかなっていうところが多分にありますんでまあまあそこら辺含めてね えー、少しお話のをさせていただこうかなというふうに思うんですけどもおとりあえず今ですね、えー、公開させていただいているのが今回試験に関する私どもレックの回答速報になります。でこちら紹介講演ともにですねまあ勝負も公募も、まあ、全部予測値ですけどね。 えー、配点箇所はつけさせていただいておるんですが、まあ、まず現状で申し上げるとですねとりあえず現時点までに、まあ、あ回答出しをして、まあ、各担当で回答出しをしてですね、えー、調整を行った結果、まあ、これでいきましょうという形でですね、えー、答えまとまった部分について模範回答として出させていただいておりますが。 まあ今のところとりあえずこれでいこうっていう前提にはしてあるんですけどもまあまだねもうちょっとちょっと紹介については検討してみたい題材も実はありましてえまあなければねもう特に回答訂正等をする予定はないんですけどもちょっと明日以降ですねえ再度改めてちょっと状況の把握分析把握をもう一回やって でまあ必要があればですねちょっと回答の補正というものも考えようかなというふうに思っておるんですがそうですねまあそこら辺も含めてね、えー、少しお話をさせていただこうと思います。でまずですねよいしょ今日の今回の152回の問題なんだけどまずあの商業簿記なんですが。 まあ商業簿記はねあのー、もう見てもらってお分かりになると思うんですけどね前半部分がまずもってきついんですよでちょっとともするとこれ何か処理必要なんじゃないのって一見するとですね疑ってしまうようなものが続いてますまあ端的な話問題の冒頭ですね資料1番全 TV があった上で2番目 ね、要は決算整理事項等があるんですがこのね1番から始まって4番に至るまでの一連のデータっちいうのは結構セもんでねまあ僕らもね結構問題解いてる過程でいろいろ考えさせられたりもしたんですよ。まあ、処理自体はまず第一義的にね え問題読んだ段階で「あこれかね」っていうのは一旦出ても、まあ、本当にそれでいいのかなっていうところをちょっとやばらいろいろ検討しないと怖いなっていうのがあってですねその検討で結構時間を食ったっていうのが実際あります。それがまあ1番から4番まで全般わたってそれがあってねまあ結果として、うん、その言ってる話だけでいいんじゃないのっていうところ落ち着いたものもあるし。 まあそれ以外にもねいろいろ考えなきゃいけないところもあるかなというところがあるんですがまあちょっとまずこの1番から4番あたりは割かしまあ1番はね特にあれかもしれないけど234か234たりの扱いっていうのはまあおそらく皆さんもそうだったと思うんですけどある程度問題解答上うんっていうのをちょっと一旦考えたよところもあるかなと思います。まあ、例えば、 深読みっちゃ深読みなんだろうけどね2番目あたりで商品販売仲介、えー、行った際高額からの受け取り代金8万円売りだけ高商品売り上げだねで委託者へのお支払いを7万8千円を商品売り上げ減価でそろそろ計上していたが両者の差額が生務収益となるように修正をしましょうとまあいう話なんで、まあ、これ売上げ高とお売上げ減価だね、まあ、結局これ総裁の処理をやっていただいて差額 まあ要は駅務収益計上をしなさいと言われた部分ですねあのここの部分だけが、まあ、結局仕分けの貸借額で示されますからそれを益務収益として計上するっていう処理をする、まあ、そこはもう字面見りゃ分かるんですけど、まあ、ここら辺なんかを一瞬考えた時に、ね、考慮必要かなっていうふうに僕なんかを一瞬考えたのがやっぱり益務原価の扱いなんですよ。で益無原価自体も売上収益、まあ、すなわち益務収益の計上に伴って直接対応関係因果関係のあるものですからあ原価計上部分についての考慮っていうのも 必要だよねというところはまあ結論をまず考えたんだけどもこれ今回この問題とうんそうだな関連する資料の内容では益務原価の計上対象の特定等があるわけではないのでえ特定できるものでもないのでまあこれは純粋に益務収益の計上だけでいいのかなという前提でまあ僕なんかも問題回答は結局進めたんだけども。 ままあまあ普通に考えれば一旦生き物原価のことは考慮するよね,ねえ少しそこら辺でもやっっぱりちょっと悩んじゃったかなと思うんだけどこの問題自体はねおそらくうそういったところはいらない、まあ、単純に生き物収益の形状だけどりまあこれなんかもちょっとアイファースなんかの思考なのかなっていうところあるんですよ。ねえ消費者さんとかね、えー、まさにこの話じゃないけどお売り上げと売り上げ原価相当も相殺して純額形状しなさいよっていう思考を今現在取ってますからまあそれに準じたものであろうというふうに読むのか まあはたまたこれに対応する原価も含めて、えー、問題資料でいうと6番の中に塗っている、ね、販売品の中に計上されているものの中に「義務原価該当文があったから振り替えなさい」ってあったでしょ、まあ、その中に含まれていると返されるのかそれはもうどっちか分かりませんまあ分かりませんがここの部分についてはもう単純にその処理だけでいいでしょうと、まあ、いうところがまず一点ありますよというところですね。 で、それ以外の、まあ,あ、3番、さらにはソフトウェア関連の扱い、ソフトウェアなんかこれも、要は過去の誤病の訂正になりますんで、でなおかつ、税務上の修正進行に伴う通貨納税なんかも生じるよって話になってたりもするから、まあ、ここら辺も結構ね、厳しいよなっていう気はするんだよね。まあ、そもそもどういう前提での処置対応というのが必要になるのかっていうところを考えていくだけでも、 結構大変だよなというところはあるんですがちょっとここら辺に関してはねおそらく普通に対応しようと思ってもなかなか厳しいのでまあソフトウェア本体に限って限定してですね作業手続きを考えていった方のがまあ結論的に言うと良かったのかなああいうふうには僕は思いますね。で何が言いたいかっていうとねあのこの問題ってさまず うーメインの回答用紙は疑いじゃなくてまあ当然指示があるから PL でしょうで問いの2番で要求されてんのがいわゆる SS の記載データ的なもの、ね、SS 記載データ的なものをまあ皆さんに書いてくれという要求になっとるわけですよ。でなっとるんだけどねあのまずこれね先に言った方が良かったか問いの2番の回答要求項目の中でですよ 中で多分そうだな限られた試験時間の中で回答が可能なものっておそらく3番ぐらいですね。3番。あその他の条件自己株式の処分による統計道学とありますが、まあ、これはねなんとかいけると思いますよ。いけると思うけど基本的にはそれぐらいです。あ,のあとの1 ÷ 2 ÷ 4丸4はまあ当然やる気もしないかもしんないけどね。 ちょっとね1番とか2番とか無理ですよこれどう考えたってあのー、端的な話金額データを導出するまでの集計手続きが重すぎるね重すぎるまあ当然もう皆さん方は分かれんのに丸4番の人3合計の統計変動がこんなものは出す気ははなからないと思いますがそれ以外のものもちょっと厳しいで僕もそうだったんですけどで他のコーチもそうだったんだけどね これちょっと問いの2番の例えば丸2番あたりって回答を出すにあたってねで僕はどう思ったかというと、まあ、僕の側としては当然ねこれだけの修正をやらせてるんだから。 まあさっきの話だけどソフトウェアなんかもそうなんだけど過去のューの訂正を行うことで当然繰り越し利益条件変動するじゃないですか累積的影響額なんかでねえー、SS j は返しますけども帳簿修正をやっていくにあたって繰り越し利益条件当然変動するでしょでそのュー語尾訂正等々の内容を加味してね加味して頂い,いて、まあ、その上で繰り越し利益条件の登記数残高を答えましょうという話だろうという前提で僕は読んだんですよ すなわちあの SS で言うとですか一番最初に当期収残高、まあ、繰越利益条件だったら繰越利益の当期収残高って一般的にひもく欄に名前書いて金額書くでええ5秒の訂正、ね、過去の5秒の訂正による、ねえー、修正最初による累積的影響額書いてで えー、累積的影響額、ね、過去の語尾の訂正による、えー、修正再表示やるでしょでそしたら累積的影響額を考慮した結果の修正後の登記残高っていうのを書く、ね、で僕はその SS で言うと修正後の値、まあ、これを書くんだろうという前提で回答作業を進めたんだけど、あのー、これね、えー、うちの講師の中でも、まあ、その前。 その前とか後とかか後どっち答えんだと、ね、SS の一番最初の部分の登記種残高を答えるのか累積的影響額を考慮した後の修正後残高を答えるのかこれ解釈分かれちゃったんだよね。僕はもう後の方だったんですけどあの後の方だと思ってやってたんですけどあの前だという人もいました。 ねこれ前になるか後になるかによってちょっと数字が変わっちゃうんでうちはもう基本的に37万8600円あとですね、えー、前提で考えましょうというところをさせていただいてはいるんですがあ前ベースだと36万3000とかになるのかなああいうところになると思うんですけどもまあどっちを取るかってこれ回答が変わるんですけどあの指示がね指示が。 分かりづれへんですよだってどっちとも読めるじゃんこれ。で SS のですか SS に含まれる次の金額を答えなさいっつっててで僕はあのー、単純に繰り越劇場機の登記質残高っつってるからまあね当然のことながら訴求適用修正採用するんであのそれをやった後の数字だろうと当然解釈して僕は答えを出したんだけどあのー。 これさ今の話だけど表示科目で言うと SS 上の表示って繰り越し利益上金が来てでその具体的変動内容なんかを記入するにあたって冒頭に登記手残高って名前で書くんですよまず。で次にですか修正再表示による累積的影響額うんちゃらかんちゃって書いてで修正処理後の登記手残高を書く。でこの字面っていうのかな問題指示の内容は 定期上記の等気象残高つってんな陶器種残高つってんだから一番最初のその累積的影響がを掛け合いんさそれ前の話だろうというふうに読んだ人もいる。いや表示上の名前で言えば等気象残高でて書くのはそれですよ。だから当然そっちを答えるんですよとおいうふうにまあ言ってた者も,もいるんです。ただ僕は後だと思ったんですけどあのー、これはねどっちか分かんないです。 結論的に言うとあのどっちとも読めちゃうただ僕がなんで後の方だと思ったかっていうとこれあくまでも指示がね繰越利益史上記の登記書残高つってんであの表示科目じゃないじゃんこれわかります確かに SS 記載データを答えなさいっていう指示だけどもし純粋なみたいな表示科目として指示をするんだったらね繰越利益史上記登記書残高 って多分書くんですよ表示科目でで言えばでも「のって入ってるからあそうすると SS の表示上一般的にねまあ繰越し行条件は繰越し行条件って名称があってで変動自由ねっ目の欄に当然「のとかっていうのは付けませんけども一般論として繰越し行条件の登記書残高って表現をする以上は。 別にこれは SS 用の表示科目に特定したものではなかろうと僕は解釈したんでだからあ累積的影響額を考慮した後のデータだろうと僕は思って回答出しをやりましたがで、ね、その前だというものもいるだここはねどっちの立場に取るかやって、えー、と37万8600円うちはまあメインで出してますけど36万3000円とかになっちゃう可能性はありますただ分かんないですこれどっちのことがどっちとも読めるんで でしょあーだからちょっと何とも言えねえなっていう気はするだからどっちでも仏にはできないような僕は気がするけどねあのーうん、まあ一つの考え方としてはあくまでも SS に記載されるデータを答えろっていう前提の問題じゃんって言われれば「当期集残高」という名称で書くのは確かに修正前だけどただね これ問題自体が別に SS 記載値答えるとは言ってないんですよ SS に含まれている次の金額を答えなさいですからその前提では修正ござんなかったって当然のことは載ってんでね。でそれすやっぱどっちもありえると思うんですよこれ。だから僕も話聞いてて山あだっていう人の話聞いててああそっかなるほどね分かった分かったああそっかっていうふうに思ったけどもでも僕はこう思ったよって話をするあっちだって。 ああそっかっていう話になるからどっちの話でも成立しちゃうんですよこれなちょっとどっちのことを指すかによって答え変わっちまうよね俺、えー、だからねまあちょっと2つ答え書こうかなって思ったんだけどまあでもこれでいいんじゃんっていうのがあってですね、えー、ここはもうちょっと最終期 多数決前提で、えー、37万8600円ちょっと行かせてもらってますがまあ一応回答としてはそれなんだけどただね結局のところ最初に申し上げましたけどね皆さんあのこれ普通に解いてやってもらっても、まあ、今わわわわ,わ僕がお話した繰越利益助金の当期出残高とか多分出せませんこんなもんで出してる時間ないで利益準備金の当期出残高 これも多分出してる時間ないで113合計の統計エンドランは当然出してる時間ないんであの基本的に今日問いの2番はもう捨てです既ですうんやるなら自己株式の処分による変動額ぐらいであとはもうとにかく PL に特化するで PL に特化していただく時に難解なのは駆動用ですけどお決算競り事項の4番までの初項目ぐらいなので逆に言うとですね えー、決算整理事項5番以降はもうシンプルシンプルでしょで貸し引き設定まあ駅務減価の振り替えがあって投資有価証券その他有価証券の評価ですね、えー、この扱いがあって減価償却で、えー、備品が200%定率で退職給付もまあ正直別に大したことはないかな。 ああいう気はするしで謝罪についてはこれねいわゆる抽選召喚の対象謝罪ですでただまあ抽選召喚自体は僕の授業のね直前期の授業なんかでまあ、利息法それから定額法 どっちもやり方をお話ししましたんでまあその基本の過程をしっかりタイムテーブルを起こして状況把握をしながら埋めてっていただくことができればまあ十分対応はしていただけたかなという気もするんでここら辺だよね12番13番等々14番も含めてだけど問題でいうとだから2ページがっていうのかなあこちらで記載されているものをどん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 攻めていくことによって点数積んでっていただいてま,あまずは第一義的には足切り回避を図ると。ね。 えー、いうところががやっっぱり大事だって、ね、気がします、ね、でそこでまず確実に拾えるところを拾い切っていただいてで問いの2番の項目は今申し上げたとおりもうとてもじゃないですけどこんなもん出しきれないです。だからもう基本的にはもう問題のお指示を見てさでさらになすべき決算指示を当然読んでからやるでしょ。で読んでからやっていただいてるはずなんで。 その時にもうとてもじゃないけど出せるような話じゃないっていうのは把握ができると思うのでまあ基本的にはもう最初から切っちゃうというところはそうだな必要なような気がするでまたはまあどういう形でね感情を作るなり SS 的なものを作るなり、えー、一旦枠だけ切ってみて集計やってみようというふうにお考えになっていただいても最初はいいとは思うけども、まあ、やっていく過程でもこれは到底できないよと。 た多分気づいていただけるんでまあそしたらもうその段階で不快をしないってことですね。でその前提で作業を早く切り上げていただかないと多分ちょっと厳しいような気がする。ね。だからそこら辺ちょっと注意をしながら、まあ、作業手続きを取っていただいてじゃあ会計額はっていうとですね まあこの会計学もまあ面倒くさかったですけどねまあまあまず理論はねある意味定型的な項目もあるから、まあ、大体説問の3つぐらいが、まあ、取れればいいかなというふうに思うのでカッコ1番の資産塾債務関連に入ってるカッコいいるでしょでその後こにそうするといはにこれはもう取れるからね。 で逆に言うと法あたりに出てる経済的単一体概念とか親会社概念とかまたは親会社説経済的単一体説って言うんですけど連結主体論って俺のここら辺は、まあ、そんなに深いところまでね、えー、皆さん方のテキストにも記載させていただいてるわけでもないのでまあちょっと言葉として出なかったなとかっていうのもあってもしょうがないと思うし取り替え法探偵もなかなか出ないような気もするんでまあいつもの通り3つぐらいまずはここ拾っていただくと。 いうところで良かかったのかなでその上でも皆さん方にとっての勝負のかけどこんなのは多分これ第2問ですね。あの第3問持ち文法なんだけど「税効果はあるは何はあるはカニはあるはですからねこれ多分ですけど第3問ね解けないですよ。ほぼほぼ。で頭の方ぐらいしか解けないような気がします。ちょっとこれあまりにも難しいですね。うんで時間的に 終わんなないいですすねこれ終わんないっす、えー、まあそもそも対象が2社ありますとかっちってねん何なのっていうね <laughs> あのまあまあまああの題材は違うけどさ、ね、2級の第3問で前回こんなね、えー、話を一回出したもんで。 でこんな1球でも出てねえってわわわわみんなが言ったから多分出したような気も <laughs> しないでもないんだけどまあでもそれにしてもちょっと第3問は重たかったねね重たかったですよだから第3問はちょっと頭んところで少し取れるか取れないかなんで第3問にかける時間があればまあ第2問でしょうねで第2問のリースで、まあ、取るだけ取っていただいてで理論が3つ刺繍 というところをクリアしてっていただくというのが基本回答戦略ですでその時に、まあ、リースはね物件自体が4つ今回ありますしまあさらに言うとあの取引開始日リース取引の開始日が必ずしも会計一貫の区切りと一致していないのでまあそこら辺をどう扱うかっちゅうのが皆さんが担当っての一つ論点だっただろうね。 例えばまあ D ねえー、D なんかはまあ一つ典型的に分かりやすいかなあーリース取引開始日10月1日で1年ごと後払いリース料ですとかって話になってんだけどこれあのリース料の支払いと単純に支払い日と期末決算日がずれとるでしょ。ずれとるということは単純にしリース料を払った時にはそのリース料支払い時までに生じた利息を ですか契約に基づいて払ってるだけなんですね。ということはリース料を支払いがしてあと期末決算まで一定の期間が経過したとまあ何ヶ月でもいいですけど2ヶ月ないし3ヶ月の時間が経ったよとで2ヶ月でも3ヶ月でも時間が経つということは当然その期間に利息発生しますからリースタイムに関するね。でリースタイムに関する利息が発生するということはあの当然的にこれ見越し利息の見越しの対象になるからねいいですか あだからそこら辺のこともちょっとちゃんと考慮していっていただいて作業過程を追ってっていただかないとですねあの回答要求項目の一部が正当とならなくならくりますだってもう皆さん利息なんですから当然のことながら決算日そして利息認識日、えー、これらに,に相違がある以上は、まあ、必然性を持って見越しということはやっぱり考慮していかなきゃいけないんでねそういった 基本の手続きをちゃんとやれてるかどうかは結構響くかなと思うよ。ねでそこら辺をしっかりと念頭に入れながら作業手続きを進めていっていただくことによってまあ誰にも満点度までは言わないけどもある程度回答を立てきっていただかないとおそらくですけどちょっとこれ第3問が多分できませんので。 それぐらいちょっと今回の持ち分法とかか重たかったっですよこれだから第3問はちょっと点数伸ばしきるような問題ではないのでそうだね会計額で3つで第2問である程度点数取ることでまず足切り回避。 で足切り回避を図れる状況をしっかり作っていただいてあとは抗原につなげるというのがちょっと今回の試験の基本的な戦術にならざるを得ないような気がしますね。まあ、ある程度持ち文法なんかお得意な方はねどんどん積極的に攻めていっていただいてもそれはいいのかなとは思うけどもまあちょっと一般論としては厳しいだろうね。いうふうに思います。 だから今回の試験に関しては、まあ、僕の感覚なんですけども紹介はちょっと我慢が必要ですね我慢が必要で、まあ、耐えて耐えてしっかりと潰せるところを地道に潰してってで高原の方で勝負をかけてもらうと。で高原に関してはまあ工業簿記の方で少しデータが判読しにくいところがあるそうですがただまあそこを除くと。 りりかかし点数は取りやすいいいんじゃないかというお話ですしたがってまあ今回はそこら辺の得点状況というものがある程度差を生むよとあごめんなさい原型かなああいうふうに言ってますがただまあ混乱を全く生じさせずに問題解いちゃう人は解いちゃうんじゃないかねっていうふうに担当は言ってましたね。 結局のところまあ深読みしすぎるとちょっと考えちゃう可能性は高いけどもまあそうでなければ特にっていう形みたいなのでまあある程度今日はこう弦の方でやっぱり点数を積むだけ積んでいただかないと紹介がどうしても我慢 <laughs> 我慢の おしどころになってまますんで、まあ一般論でとこれねやっぱ相当できる人がやったって今回の商業簿記会計学ともにね高得点を狙うという趣旨ではちょっと厳しいですねあの初回の採点段階でうんちょっと多分それは実現しえないような気がする時間的にももうきついですよ。で、ね、さっきの話じゃないけど例えば商業簿記なんかもは、まあ、花は SS の項目なんかほぼも捨てですからね ねえもうそういうものが最初に4つぐらい枠で言うとしょってる上でのスタートになってるから、まあ、全部が全部だ言わないまでもね,ね最大限で言え4つ枠があるわけですから用、まあ、に出せるもんだったら僕もやってくれとは言いますけどもちょっとこれはねかける時間と得られるリターン全く釣り合わないんでまあもう鼻から SS は限定的にうーん解くものを決めちゃってやるぐらいにしないとどうにもならないです。 ね、なあそこら辺の見極めがちゃんと効いてるかどうかじゃないですかね。ただまあ見極めだけでもなさっきの話だけど問題文読んででもちょっとこれ何を答えるのどの部分のデータを答えるのってのはちょっとね、うん、読む人によって解釈が変わると思う。でまあ僕レベルの話ですけど。 それぞれの立場でそれぞれの話を聞くとそれぞれの人が「ああそうか」っていうふうに、まあ、それなりに納得するんであのー、ちょっとねうん微妙かなっていう気はしますただまあ現状においては一応 SS の記載項目は、まあ、回答の出させていただいたもので変えるつもりは基本ありません、えー、ありませんが まあちょっっと厳しかったかないう気はしますねただまあこれは3級2級とはやっぱり違うので1級の試験ですからもともとこういう問題はありえます。でありえますがそれはね別に32級と違ってさ1級の場合には最終的にどうしたってあの配点調整があるんで、まあ、その点勘案すれば初回採点段階で、まあ、どれだけ厳しくても。 逆に言えば全体がそういう状況であるならばさほど問題にはならなかったりするんで一般論で言うと今日の問題はやはり商業簿記会計学が我慢のしどころだったと思うので、まあ、商業簿記の、まあ、PL 文分ですねでここの回答要求項目のうちそうだな煩雑性のないソフトウェア以降のものですねソフトウェアより後のもの まあ、そういったところでどれだけしっかりと政党を反映することができてるかそして会計額でね、えー、リースなどについて満点図はちょっと厳しいと思うんですけどもおある程度回答枠を埋め切ることができてるかどうかっていうのがまず最低限必要なような気がしますねまあでもちょっとこれ1級は多分紹介そんなにねできよくないですよあのー、得点状況も決して高いものにはならないような気がするんでまあこれに関してはね えー、本当にもう結果開いていただいて見るまではちょっと何とも言えないような気がします。だから、まあ、とりあえず現状のご自分がお書きになった回答とお状況なんかを照らし合わせていただいて、まあ、私どもであったりまた他校さんであったり、ねまあ、そういったところの模範回答等との付き合わせ作業なんかを少しやっていただくと。 いいいいう形に留めていただければいいのではないかと思います、はい、ということで、えー、まあ本当に回答速報版超速報版というところでございますんで、えー、とりあえず今日はあここまでいうところになりますんでねまあまたあ自己的に、えー、一通り、えー、問題の回答を趣旨などをまとめたものも解除をさせていただく予定ではおりますがあ超速報ということで、えー、今現在のまあ動向というのかな ああ状況というものを皆さんにお話しさせていただきました、はい、以上をもって本日の一挙の超回答速報は終了となります皆さんお疲れ様でございました